カレン・チェンはアメリカ合衆国の女性フィギュアスケート選手。2017年全米選手権優勝。台湾台北出身の両親のもとに生まれ、4歳の時にスケートを始める。2011から2012シーズンの全米選手権のノービスクラスで優勝。翌シーズンはジュニアクラスで4位となる。2013から2014シーズン。 ジュニアグランプリシリーズに参戦。リガハイで3位、個室大会で優勝し全体の4位の成績で、ジュニアグランプリファイナルの出場を決めるも、足首の怪我のために棄権。全米選手権は、SP の後に棄権した。2014から2015シーズン、ジュニアグランプリシリーズでは2大会でメダルを獲得。全米選手権は、シニアクラスに初出場し3位に入るも、 年齢制限の問題で世界ジュニア選手権への派遣に止まった。2016から2017シーズン全米選手権で SP1 位、FS1 位の完全優勝を果たした。4大陸選手権では12位に終わるが、初出場の世界選手権ではアメリカ女子最高位の4位入賞を果たし、アメリカ女子シングルのオリンピック最大枠獲得に貢献した。 2017から2018シーズン、全米選手権では3位に入り、ビョンチャンオリンピック代表に選出された。同大会では11位だった。世界選手権は出場を取りやめた。2018から2019シーズン、グランプリシリーズを右足の疲労骨折を理由に欠場。タリントロフィーで復帰を果たすも、SP 後に怪我のために大会を棄権した。 全米選手権は怪我の治療を理由に欠場し、ほとんど大会に出場することなくシーズンを終了した。ザ・ネクスト・ビッグ・シム、グ、プリ・エコショス、チェン・ターンズ・ヘッズ、ハット・チェーン・ウィズ・ドロース、ハット・チーム・ USA ・キャプチャース、ファイブ・メダルズ・アット・タリントロフィー全開発者テネルが、有力選手不在に常時首位発信、フィギュア全米選手権、カレン・チェーン・オン・ハーブレイク・フロム・スケーティング、 チャレンジズ・オブ・バランシング・クラスズ・アット、コーネル・エリート・スケーティング、ハット・カレンチェン・シックス・フレッシュ、スタート・イン、コロラド・スプリングス、ハット・ワーグナー、ゴールド、ヒット・チャンプス、キャンプ・イン・ディファレント・プレイシズ。ありがとうございます。